はい、どうも皆さんこんばんは、もうしんです。今日もですね、仮想通貨ビットコインのチャート分析をしていきたいと思います。今日が2020年の7月の7日ですね、77ということで、七夕の日なんですけれども、77ということでね、本当にギャンブラーの方はですね、パチンコスロットに行きそうな日ですよね。まあ、僕も、昔はですね、パチンコスロットやっていたんですけれども、ただこのチャンネルをですね、見てくださってる方はですね、真剣にこのトレードについてですね、学びたいと思っている方がですね、ほとんどかと思いますのでね、今日もまあそういった方々に向けてですね、しっかり身になるような動画を撮っていきたいなというふうに思っています。で、ちょっとね、僕の自己紹介をね、最近したことなかったので、初めて見られる方もいらっしゃると思いますので、自己紹介しておくと、僕はですね、専業トレーダーではないです。はい、会社員やりながらですね、副業トレーダーとして、日々ですね、まあトレードをやっていると。で、その傍らですね、副業として、まあこういうトレードのですね、手法を教えたりとか、まあこの YouTube の活動もそうですし、あとはまあ、また概要欄にですね、リンク貼ってますけれども、サンワード貿易さんとこう、タイアップのセミナーをやるとかね、そういう講演活動みたいなこともやっています。で、そういった、まあ、種々のですね、副業の月収としてはですね、まあ、ここ最近でだいたい40万円から50万円ぐらい月にですね、稼げるようになりました。で、まあ、それに加えてですね、この、まあ、仮想通貨トレード、それから FX をもですね、結構メインに、ここ最近はやっていると。まあ、ビットコインがですね、ほとんど動かないので、FX の方にですね、注力してやっているということなんですけれども、まあそういったですね、トレードに関する副収入っていうのがだいたいまあ月に多い時で50万円ぐらい。で、まあ悪くてもですね、20万から30万ぐらいは、コツコツとですね、勝つことができていると。まあそんなね、経歴を持っているということですね。あくまでもただの会社員です。そういったね、皆さんと同じような目線でですね、会社員目線で、副業の大切さだったりとか、副業をやることによって自分がどういう風に成長できるかっていうところですね。そういう人間性的な部分もですね、僕が大事にして発信している部分になりますので、日々のね、相場分析も、まあ、当然ね、大事なんですけども、そういった部分もですね、まあ、ちょこちょここう入れながらですね、動画を配信していると、そういうチャンネルになっています。相場分析に関してはですね、まあ、できるだけシンプルな、指標を使ってですね、今後の相場分析をするということで、初心者の方にもですね、まあ、入りやすい内容になっているかと思いますので、ぜひ今後もですね、見ていただける方はチャンネル登録、特にね、会社員の方は見ていただきたいので、ぜひね、チャンネル登録いただければありがたいなというふうに思います。ちょっと前置きが長くなりましたけども、今日の、ビットコインの解説に関してはですね、ちょっと10分程度でね、サクッと終わりにしたいと思います。まあ、前段ね、これだけ長く喋っていて、10分は無理だろうっていう風にですね、思われるかもしれませんけども、まあ、昨日の動画のですね、復習ですね、昨日僕はですね、何万円まで上がるっていうことを明確に、はっきり言っていたと思うんですけども、そこまでですね、上がって、まあ、今後の展開ですね、まあ、どういう風になっていくかっていうところがですね、直近注目されていると思いますので、そのあたりをですね、サクッと、解説していきたいと思います。一応テクニカル見ながらですね、あとデコボードの板なんかも確認してですね、今後の展開というのをですね、分析していこうかなというふうに思っております。それではですね、チャート分析の方入っていきたいと思います。はい、それではですね、ビットコインの、4時間足からいきたいと思います。今の時刻が20時5分。で、今のビットコインの価格がですね、9240ドル付近ということで、日本円で言うとですね、99万5000円ぐらいのところを推移している状況です。はい。で、昨日からのですね、推移のおさらいからいきたいと思いますけれども、昨日ですね、昨日の夜の5時から9時のこの4時間足でですね、で、ここで、しっかり陽線でね、終わることができれば、おそらく100万円ぐらいまでの水準まではですね、上げてくるだろうと。で、その上げてきた時にですね、ここの高値の切り下げラインと、あとはまあ9350ドル付近のですね、この売り板がかなり厚くなってきてましたので、そこまではおそらく引き付けられるだろうということを言いました。で、そこからですね、ショートがどんどん入ってきて、反発される展開になるんじゃないかっていうふうにですね、言っていたと思うんですけれども、まあ、今日の値動きに関してはですね、一応、まあ、想定通りの値動きが起きたかなというふうに思っております。で、まあ、日経がですね、上げませんでしたね。一時ね、上げるような局面を見せたんですけれども、その後失速気味でですね、まあ前日比終値で、22,600 円ということで、マイナス 0.4% 下落ということで、まあ、ここまでですね、3日だったかな、続伸してきた中でですね、まあストップがかかったというような展開になっております。で、一応、まあ、ビットコインの上昇に関してはですね、昨日のニューヨークダウがですね、またかなり上げまして、26,000 ドル台、回復してきまして、26,200 ドルで終値をつけていますね。で、前週比で、1.78% 相当ね、上げてきたということで、まあ、その、上げにですね、伴ってビットコインもですね、上げてきたんですけれども、まあ、ビットコインのテクニカル的にですね、まあ、一旦ね、レジスタンされたというようなですね、展開になっているということですね。で、ここでのですね、まあ、下落っていうのは、まあ、ある程度ね、想定できたところではあるんですけれども、ここを抜けないとですね、ビットコインは話にならないわけですよね。で、今ここまでの展開っていうのはですね、こういった平行チャンネルですね、下落チャンネルの中に、位置して、こう値動きをしているっていうのはですね、皆さん今までのですね、動画で言っているところなんですけれども、ここでですね、反発されて上に行けないってなると、今度はですね、上から下の反発ということで、例えばね、8600、8500とか、そのあたりまでですね、下落しても何らおかしくないというシナリオがですね、考えないといけないわけですよね。以前の動画でも言っていましたけれども、この辺りの値動きっていうのは、本当にね、全く同じような値動きが3連チャンだったわけですよ。それもですね、以前の動画からずっとね、僕が言っているところでしたけれども、横して、一旦下に行っていけなくて、上試して、下落。で、下落の時にはですね、こう、以前意識されていたようなラインはですね、スッとこう抜けてきて、また一段下で、この横ばいが始まると。で、下行っていけなくて、横ばいで上試して、下落。で、またね、ここ意識されていたラインを下抜けてからの一段低いところでの値動きが始まると。で、そういった中で下に行こうと思ったけど行けなくて、横して上に行って、さあどうなるかと。ここまでの展開見てみると、ここで横していた水準をですね、下抜けてからまた横みたいなね、そういう展開が考えられるわけですけど、これが何回も何回も繰り返されるかどうかっていうのは当然わからないわけですけれども、そういった展開もですね、シナリオとして入れておかないといけないということですよね。あくまでもこのチャンネルを見ていただいたらわかる通り、ずっとここまでですね、中期的には下落目線で来ていると、下落トレンドで来ているわけですね。なので当然ね、ここでショートに入るっていうのはですね、当然考えやすいところですよね。で、今それでショートの、勝ちということで、ショートのね、売り圧力で押し下げられてきているというような状況になってきております。で、そんな中でですね、今の局面っていうのは、ここのですね、長期の移動平均線、これ 100MA ですけれども、100MA に当たってですね、サポートできるかどうかっていうね、非常にこれ重要な局面に来ているわけですね。で、過去を見るとですね、ここね、長期の移動平均線が上に向いてきたところで、一気に下落されると。ここもそうですよね。下落してきてやっと横向きで上に変わるかなぐらいのところで、上から下にローソク足が降りてきて、またね、下落が始まると。で、そういった中、今回もですね、下落でずっと来てて、長期の移動平均線が若干こう横向きから上向きに変わるようなところで、重要な局面を迎えていると。今そういう状況ですよね。で、そういった中で、前回同様ですね、短期の移動平均線が中長期を上抜けてきている局面っていうのも、合わせて起こっていると。本当に同じような局面、ここと同じようなね、状況になってきているわけなんですよね。なので、ここでですね、短期、中期のですね、移動平均線がこう、ぐわーっとね、上にこう上がってくる。この勢いを利用して、ローソク足がですね、短期の移動平均線、中期の移動平均線、それから長期の移動平均線ですね、この3つの移動平均線にぶつかって、強力にサポートされて上に行けるかどうかっていうようなですね、そういうところをですね、今、重要視していると、注目しているということですね。なので、価格水準的にはですね、この9160ドルっていうところは、ここね、ずっと、意識されていたと、レジスタンされていたラインですので、サポレージ転換ということでね、そこまで下げてくると、9160から9220とか、そのあたりのこのレンジですね、このあたりの価格帯、今の価格帯を含めてですね、ここから、上に上げれるかどうかっていうところがですね、本当に重要な局面ですね、今後を占う、本当に重要な局面になってくると。で、ここでですね、もし、下落するようなことがあればですね、三角持ち合いの中ではもうね、ほぼ収束ポイントに来ているわけですよ。4時間足レベルで見たときにですね、短期的に、中期的にですかね、中期的に見たこの三角持ち合いを、収束ポイントで見たときにですね、収束ポイントとしては7月15日。ということで、来週の水曜日ですね。来週の水曜日までには、どっちか抜けるだろうというふうなですね、見方がおおむねね、されている中で、もうほとんどね、もういつ動いてもおかしくないような状況に来ているわけですよ。下手したら今週中に動く可能性だって十分あるという中で、4回目のチャレンジで失敗というのはかなりね、痛いですよね。なので、これもう本当にね、予想になりますけれども、ずっと長い間、こうね、相場を待ち続けて、力を貯め続けてですね、一気に上に行ったけど、一旦ね、反発されたと。ここでもう一段上げれなければ、もう上はいけないだろうということで、一旦下げてくると。いうことで、一旦のポイントとしてはですね、以前から言っている通り、8800とかがね、目標になると思いますし、この8800を割り込むようなことがあればですね、シナリオ通り、この8800がレジスタンスとして機能するような横ばいが、展開される可能性があるということで、そこはですね、注意したいところですよね。ここの、安値の切り上げラインっていうのはですね、本当にずっと長い間意識されておりまして、5月のね、前半ぐらいからずっとこう割られずにですね、保っているラインになるわけですよ。で、直近のところでね、危うい場面も何回かありましたけれども、これ、冷やしレベルで見たらもっと綺麗なんですけどね、はい、危うい場面がですね、幾度となくあったんですけれども、そこはしっかりサポートしてですね、上に行ったんだけれども、戻ってきたということになれば、もうね、これ上には行けないっていう判断になるわけですよね。ずっと安値を守ってですね、下値を固めて、満を持して上に行った相場が返ってくるっていう風になれば、当然ね、市場の心理としてはですね、これはもう上ダメなんだなと。この勢いを持って上に行ってもダメなんだったら、もう下に下げるしかないだろうという風な判断で、まあ、ここまではですね、ずっと下げてきたわけですよね。今回も同じような展開になる可能性っていうのは十分あるという風に思っています。そういった中で、やっぱり直近でですね、この移動平均線にタッチして上に行けるかどうか、これ上に行けばですね、本当にトレンド転換が起きるような、重要なですね、上昇につながってくると思いますし、まあ、このまま勢いですね。まあ、9540とかね、強力な水平線ありますので、こういったところで、一旦のレジスタンスがされる可能性はあるものの、おおむねですね、やっぱりこう、1万ドルラインまではね、試してくるような上昇がですね、見られると思いますので、まあ、こうなってくると短期的なトレードに関しても、中長期的なトレードに関してもですね、非常に取りやすくなると。おしめ買いがね、しっかり狙っていけるような場面になると思いますので、そういったところをですね、直近の相場では注目しておいていただければというふうに思います。それではこの辺りですね、円建てで、解説しておきたいと思います。はい、円建てチャートもですね、まあ、ほとんど同じで、平行チャンネルね、まあ、書けませんけれども、同じような値動きしていますよね。はい、そういった中で、昨日の相場でですね、一気に上に上げてきてですね、まあ、昨日明確にね、100万円までは行くだろうというふうなことをですね、言っていたと思いますけども、ちょうどその100万円ちょっとのところまでですね、上昇した後、今ね、反発されているというふうな状況になっております。で、今がですね、99万5000円ぐらいのところなんですけども、99万、まあ、4000円、3000円ぐらいのところでですね、綺麗にこう、水平線が引けるわけですね。まあ、今、短期的なところは引いていませんけれども、今の価格帯でですね、やっぱり戻せるかどうかですね、耐えて、そこから上に上げれるかどうかっていうところがですね、円建てで見てもやっぱり重要ということで、99万円ですね、99万円を割り込んでくるような展開になってしまうとですね、先ほどの平行チャンネルのですね、下に向かった下落目線の強いね、値動きに変わってくる可能性が十分考えられますので、やっぱり理想的にはね、こう上げて戻して、またここの移動平均線のタッチで上げていくというのがですね、一番理想的なんですよね。ということで、まあ、その勢いを利用してですね、100万円に乗せてきた暁にはですね、104万とか、まあ、水平線ね、意識されたポイントありますけれども、おおむね107万ぐらいまではですね、上昇を試してくるんじゃないかなというふうなですね、相場の見方ができるかと思いますので、そのあたりをですね、視野に入れながら、こう、シナリオをですね、作っていっていただければというふうに思います。まだまだですね、この三角持ち合い、持ち合い相場っていうのは変わっていません。なので、明確な方向感が出たわけではないということは、今はですね、僕は、トレードは控えるべきだと思っています。まあ、ここ最近ですね、ずっとこう、トレードがね、できにくい相場がずっと続いていまして、トレーダーの皆さん、僕も含めてですね、面白くないなと思うようなね、相場がずっと続いてるわけですよ。で、ここで、我慢できるかどうかなんですよね。もういいやって言って、ポジションを持ってしまう。まあ、ポジポジ病っていう言葉もあるぐらいですけれども、やっぱりむやみにポジションを持つんじゃなくて、しっかりノーポジで見ていくと。ノーポジで見ていたら、入りたいところでいつでも入れるんですよ。ただし、むやみにね、意味もなくポジションを持ってしまったら、そのポジションが邪魔となって、入るべきポイントで入れなくなるんですよね。これが一番痛い。これが、もう機会損失の、大きな原因になってしまいますので、やっぱりできるだけわからない相場は、ポジションを持たない。で、ノーポジで生還していくっていうことをですね、心がけていただければ、勝率もね、まあ、収益も安定してくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、なかなかね、勝てないとか、ポジポジ病の方はですね、今一度冷静になってね、この相場を、考えていただければというふうに思います。はい、今日もですね、10分と言いながら長くなりましたけれども、これまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。